マーケティングチームの玉置です。本日はこの美しい458スペチアーレをご紹介します。この458スペチアーレ、今とても美しく皆様の目の前に映っていると思うんですけれども、大きな修理をした車両です。これだけ美しくこの横浜ボディショップで一流のボディテクニシャンの手によってよみがえりました。こちらの車はコーンズモータースのオーナー様限定アプリコネコにてお手元にお届けする予定のお車です。大きな修理をしたと聞いてちょっと不安になったり構えてしまうかもしれません。ただ事故をした車は修理するのが当たり前です。このフェラーリのスペチアーレモデルも今後ディーラーとして完璧に修理をしてたくさんの方々に受け継がれていっていただきたい。そしていずれはクラシックカーになります。その時にもしっかりとした品質が保たれるように気持ちを込めて製作しました。大きな会社がする選択としてはあまりないかもしれません。たくさんの時間と費用をかけて修理したので販売利益のためではありません。この貴重なフェラーリを後世に残していきたいという思いから横浜ボディショップの一流のテクニシャンの手を借りて復元をしました。それでは主に板金修理でこの車を担当されたボディテクニシャンを紹介しましょう。お願いします。はい、コーンズ横浜ボディショップボディテクニシャンの関下です。よろしくお願いします。今すごく綺麗に私たちの目の前にあるんですけれども、はい、実際に損傷を受けたこの車を見たときにどう思いましたか？はい、この修理に携わりたいと思いましたね。まあ、ここまで大規模な修理をできるのって、まあ、日本全国探しても経験、キャリア、あと設備です。うちだけしか多分修理できないと思うんです。その貴重な修理ができるということでぜひ携わりたいと思いましたね。まあ、正直不安はあります。まあ、不安と期待、まあ、不安の方がちょっと大きかったかもしれないです。まあ、ただうちの皆さんなんですけどフェラーリのスペシャリストばっかりなんで、まあ、その人たちがいるんで、まあ、安心して修理に集中できるかなとは思いましたね。モジュアマネージャー含め、まあ、荒木さんとかもいい、もう本当のスペシャリストがいますので、荒木さんなんかは、まあ、イタリアの本オフからも、まあ、認められている存在なんですよ。うん、そこの下で自分を働ける、まあ、そこの技術を見れるって多分すごい貴重なことだし、いい経験にもなるし、いい刺激にもなるし、まあ、そこを、ね、自分も目指してやってますし、ちょっと生意気かもしれないですけど、まあ、いずれは追い抜いていきたいなっていう気持ちでやってます。横浜ボディショップが1979年にこの施設が作られて、はい、コーンズでは関東圏は唯一の整備工場だったんですよね。はい、そこから今は板金と塗装にフォーカスした工場になって、はい、長年の知識と経験がボディテクニシャンやペインターの間でずっと共有され続けて、ね、はい、しかも生きてますよね。はい、そうです。アルミのボディの認定を取ったのは1999年ですかね。まあ、そこから25年経ってますし、そこから その技術の継承といいますか、ここを、まあ、自分も含めですけど、まあ、後世に残していかなきゃいけないっていう責任はあります。はい、今回この車を作るにあたってアドバイスをたくさんいただいた荒木さんと持ち名マネージャーにもお越しいただきました。よろしくお願いします。コーンズボディショップボディテクニシャンの荒木大輔です。コーンズ横浜ボディショップ、マネージャーの持田です。よろしくお願いいたします。実際に車目の当たりにした時どう感じましたか？非常によくできたなというふうに思っております。まさに元通りに我々の工場から出たレベルまで達して復元されているというふうに感じました。やはりカーベンチに乗せたりさまざまな工程があったと思うんですけれども、その間にたくさん苦労がありましたか？一番心配していた溶接に関してですが、思ったよりも質問がなく、なかったのにもかかわらず非常にきれいにできてたので素晴らしかったなというふうには思っております。この規模の修繕って今までに何度かご経験されたことがありますか？何度もやはり一番難しいのってポイントは溶接ですか？溶接です。やっぱ溶接は同じ組み合わせ、同じ姿勢、そういったポイントが非常に少ない。全ての場所において違ったスキルを求められるので、
その技術を習得するというのは非常に難しいというところがポイントです。で、私もそこら辺で非常に苦労したので、はい、うまくいった時のデータというものを蓄積して、で誰が見ても分かるようにデータ化して取っておいてありますので、それが非常によく伝えることができたなというのでとても嬉しい気持ちです。それでは持田所長、はい、よろしくお願いします。お願いします。この車の入庫から今倉敷を取るために出庫して帰ってきたと思うんですけれども、実際にお二人やチーム全体の連携だったりとか、この車を仕上げる過程を見てどう感じましたか？率直な意見としては、私は何も心配をしていない。必ず最高の作品を、作品と言っていいのかな、最高の修理をして完成まで導くだろうという、意識というか気持ちを持っていましたので、それ通りにやってくれたなっていうところですね。どこへ行っても恥ずかしくない車に仕上がりました、はい、横浜ボディショップについて普段行っていることであったりとか、お客様に伝えたいメッセージなどをお話しいただいてもいいですか？事故というのは大きなトラブルだとは思うんですけれども、それをトラブルがなかったように、車両を復元するということを一生懸命やっております。復元といってもそのメーカーメーカーいろいろな個性があって、その個性に合わせたより新車というかオリジナル状態というところへ修理を行って、お客様のもとへお返しするということを毎日行っております。こちらの車大きな作業をしております。ただそのフレームの作業、日本の感覚からするとその修復歴車っていうとあまり良いイメージがないっていうのがこの業界であり、この修理に対してのイメージだとは思うんですけれども、ただそのフレームの交換であっても、メーカーが指定するカーベンチというフレーム修正機、それとその車種に合わせたジグというところを用いて、メーカーがマラネロが製造した時と同じ寸法で全く狂いのない状態に復元できる。そこが、まあ、骨格が体幹がしっかりしたものに対して外板の立て付けとこの美しいボディラインですよね、これがしっかりと復元されて美しい塗装で完成させております。それではこちらの車なんですけれども、はい、どういう工程を経て今日のこの姿になったんですか？まずですね、今回右の足回りの方の損傷がありまして、そこの足回りがついているフレーム自体を、切って溶接し直して、でなおかつその前回り全部ですかね、それを交換という形になります。なのでまず室内の方から全部バラバラにしてですね、はい、フロントガラスも含めなんですけど、このハンドル、室内のトリムとかを全部バラバラにして、もう空っぽの状態にしてから修理に取り掛かりました。もうフレームだけです、はい、マイフレームは大体どれくらいの工程を経て作り込んでいったんですか？まずですね、フロントに関してなんですけども、切って削って溶接するまでで大体2ヶ月ぐらいかかります。アルミってすごく面白くて、手間をかけたらかけた分だけ、ちゃんと答えてくれると言いますか、やったらやった分だけちゃんとうまくいく、その代わりやらなかったらやらなかったでもううまくいかないっていうのがあるんで、もういかにその下地が大事というか、新しい部品をつけて合わないなとかあったらもうつけて外してつけて削っての繰り返しで、朝から晩まで削ったりしてほんのちょっとしか進んでないんです。正直それって自分との戦いってわけじゃないんですけど、進んでる感がないんですけど、そこをこうぐっとこらえていかに手間暇かけてちゃんと期待に応えてくれるような下地を作るのが大事だと思ってます。どういうメンタルで2ヶ月間もフレームに向き合えたんですか？根本的なものとしてやっぱりいいものを作る、もうそこが絶対の条件ですよね。多分それがないとやっていけないと思います。先ほどフレームに向き合えば向き合うほど結果が出てくるようなということだったんですけど、この車はどういった工具に乗せてとか、フレームを矯正したり、はい、歪みを直したり切断したものをくっつけていくんですか？足回りがつくところの交換になるんで、まずしっかり溶接をしないといけない。なおかつ位置がずれてると車がまっすぐ走らないんで、まず修理する前提として、高速域でまっすぐ走る、よく止まる、
ちゃんと曲がれる、まあ、それがもうまず第一ですね。でそのフレームの損傷箇所の見極めとして、まあ、イタリアのカーベンチ社の指定のチグがありまして、そこに車を乗せまして、ミリ単位で計測していきます。それで計測してここがダメだったよ、ここが損傷してましたよっていった場合にそこをまあ交換修理という形になりますね。それで計測することによって、はい、ボディのネガティブな部分が見えてくるということですか。そうですね、はい、車種ごとのグラフがありまして、そこにミリ単位で数字が書いてあります。でそこからその数字に合わせてセットしていく。例えばこうカーベンチにセットして、はい、カーベンチってこういろんなところにテンションがかかるものなんですよね、はいはい、それって片一方にテンションがかかっている状態でもう一個にテンションがかけると全体がまた数値が変わっていったりとか、それの調整って苦労するポイントとかってありますか。まず一番大事なところから決めていく。でそこからどんどん逃がしていって、最終的に車がカーベンチに対してまっすぐ乗っかっているっていうのを気をつけながらやってます。それは溶接を経た後、はい、溶接前です。前、はい、新しい部分を溶接するときにそこのジグをもう一度つけて数字をちゃんと出してから溶接しないと、狂った状態で溶接してしまうと車まっすぐ走れなくなります、はい、よく一度フレームがいってしまったら、はい、もう車ダメだとかまっすぐ走らないとかそういう話をやっぱり自動車業界にいると常々聞くことがあって、はい、事故車イコール悪みたいな文化があるように感じるんです。それってフレームを一度歪んだところを矯正したり切断してまた新たに取り付けたりするとフレームの強度ってどうなるんですか。強度は大丈夫だと思います。大丈夫だって自信もありますし、今回溶接した箇所、修理した箇所に関してはメーカーの方に写真を送りまして、まあ、溶接がこれで大丈夫だ、ちゃんと修理してますよっていう合格をもらわなきゃいけないんですよ。強度の方は問題ないと思います。では第三者視点のチェックとしてメーカー本国からの公認があるということですね。そういうことですね、はい、それがないとじゃあもう作業はディーラーとしては進めていけない。いけません、はい、じゃあもうメーカーからのサポートもそういうあらゆる点であったということなんですね、はい、じゃあそれで工程を経ていく上でメーカーからこれでは認められないとかそういうこともこの車以外でも結構あったりするんですか。うちの会社では聞いたことがないです、ね、あ、じゃあもう、はい、コーンズではしっかりと直している。はい、ボディショップのメンバーと話しているとボディの目に見える部分以外にも内面をしっかりと直していく聞くんですけど、やっぱり一番メインとしてしっかりと修理を重ねていくのはフレームですか。そうですね、もうそこは一番だと思います。まずそこがしっかり直ってないと外装もうまくいきませんし、まあ、まっすぐ走らない、車としての機能が満たされないということですかね、はい、この車は今後お客様のお手元に行く車なんですけれども、はい、フレーム関連で新品交換したパーツはありますか。まずですね、右の足回りがつく部分のフレーム、それとまあ前回り、まあ、この辺のラジエーターがつくあたりのパーツですね、はい、それとエンジンが乗っているサブフレーム、サブフレーム、はい、そちらが新品と、タイヤホイールが4本すべて新品で、前後のバンパーも新品になります。はい、サブフレームとメインフレームはどのように接合していくんですか。またその接合する下準備とか結構苦労したことってありますか。そうですね、まあ、リアのエンジンが乗っているサブフレームは、まあ、ボルトで止まっているんですが、まあ、フロントに関しては先ほど、まあ、おっしゃった通り、まあ、全て溶接でくっついてるんですよ。アルミの溶接って基本的に1回勝負なんですよ。1回勝負、はい、もうやり直しは効きません。失敗することができない、できません、はい、なので相当のストレスですよね、はい、まあ、今回足回りがつく箇所なんでそこはもう相当な神経を使って、まあ、集中して挑んだんですけども、溶接をするときにこう握るんですよ。さあやるぞってなったときになかなか握れないんですよ気持ち的に、はい、怖くて怖くて、まあ、始まっちゃえばいけますけども、はい、こう握なかなかずっとここでこう握れずに待ってて、で一回落ち着いてよし次はやるぞ、やっぱ握れないんですよ。もうそれの繰り返しで、まあ、自分で気持ちを落ち着かせてじゃあ始めるぞということで、まあ、一発勝負でやりました。どれくらいの箇所をどれくらいの時間かけて溶接されたんですか。溶接する箇所としては30箇所ぐらいですかね。溶接始まってしまえば
まあ、5日間ぐらいで溶接できるんですけども、先ほどもおっしゃった通り、その下準備ですかね、それにやはり2ヶ月ぐらいかかりましたね。その完成したフレームはその後ペインターの元に送られて、はい、塗装を施されていたと聞いたんですけど、はい、その間はどういった作業をされていたんですか？その間にですね、外装の下準備をしたりですとか、まあ、あとリアバンパー変えてますので、リアバンパーの立て付け調整をしたりとかをやってました。まあ、あの並行してですかね、はい、フレームが戻ってきた後はどういった作業をされるんですか？そこからですね、バラバラになった室内を組み上げていって、まあ、前回りのラジエーターですとかそういうのも組み上げていって、最終的に外装の立て付け調整になります、はい、組み上げという言葉だけで終わらせちゃうんですけど、要はこれどんぐらだった状態の車がここまで組み上げるってことは、もう要は新車を作ってるようなものじゃないですか？まあそうですね、はい、結局この車って手作りじゃないですか、はい、だからあっちで作ってるかこっちで作ってるかの違いだけで、事故車という感じよりは、まあ、自分の中では直すというより、まあ、作り上げてるっていう感覚が近いですかね、はい、じゃあもう完全にそれぞれのパーツをしっかりと作った上で組み上げていって、このフェラーリが当時作られていたそのままの環境が違うだけ で、ね、はい、同じ工程を経て新車のように作り上げられてるっていうことですよ ね、 そうですね、はい、まあ、もちろんあの外装に関してなんですけども、まあ、作り上げていく上で自分は一番こだわってるというか、はい、まあ、まずフェラーリらしさを出すことですね。フェラーリらしさがなくなってしまうともうフェラーリじゃなくなってしまいますので、まあ、そこを一番気にしてたポイントですかね。でなおかつ自分はちょっとフェラーリらしさを残しつつ、まあ、日本の方がちょっと好むような味付けをちょっとしてます、はい、お客様の姿を連想して。そうですね、はい、止めるビス一つ一つだったり、さまざまな要因で車の雰囲気とかバランスって少しずつ変わるものなんですか？はい、修理する人によって表現といいますか、はい、全く変わってきます。そうなんですね、はい、すごい悪いとかじゃなくてその人の表現の仕方。ちょっと話がそれちゃうかもしれないんですけど、新車のフェラーリ一つ一つでもやっぱり車を見た時の作り方とか作り込み方で作り手の姿を連想したりとかできます、はい、やっぱりそういうイメージをできますね、はい、ここがこういう雰囲気になったのはこういう過程があったんだなとか、その作り手のこのが感じる時はありますね。持田マネージャーに、はい、イタリア人になりなさいってよく言われるんですだそういう作業してる時の心持ちを、はい、作り手になりなさいと。では本当に修理してる時はそのメーカー本国の作り手の姿とか様子とかマラネロの雰囲気とかを少し連想したりとか、まあ、そうですね、そういう雰囲気もありますね、はい、元のパーツをこう外しておいて保管していたものをまた組み上げていくっていう感じだと思うんですけど、はい、この車フレーム以外の部分で新しく新品に交換した箇所はありますか？まずドアの、運転席側のドアのドアトリムが車にある配線は全て交換になります。その配線がですね、膨大な数のほぼ車1台分の数なんで、まあ、それを交換するのも、まあ、ちょっと苦労した点ですかね。そうですね、はい、どれくらいの期間かかったんですか？半月ぐらいですかね、はい、並大抵のことじゃないですよね。まあ、そうですね、常に自分との戦いですね。そうですよね、はい、あとは足回りですか？はい、右のフロントの足回りと左のリアの足回りが交換になっています。はい、これらの足回りの組み付けってフレームをきれいに作った後も大変な調整があるんですか？全部組み上がった後に、はい、アライメント調整といいまして、はい、まあ、車をちゃんとまっすぐ走らせるための調整のセクションがあります。メーカー指定の数字があるんですけども、まあ、私の方では日本の道路ってちょっと左に傾斜かかってるんですよ。まっすぐ走った時にちょっと左にやっぱ道路が傾いてるんで、ちょっと左にこう寄ってってしまう。あえて左側の足回りをちょっと右に寄せるというか踏ん張らせる。そうすることによって、まあ、日本の道路でも違和感なくまっすぐ走れるのかなと思いまして、まあ、そこはちょっと味付けしてますね。それって新車のフェラーリにはされてないですよね？されてません日本の道路にあったあれなんで、はい、数値も範囲がありまして、まあ、ここからここは OK ですよ。その範囲内で多少左側だけ寝かせてちょっと踏ん張らせているような感じ。アライメント調整ってどういう工具で行うんですか？レーザーで、ここにこうレーザーの機械をつけまして、
まあ、平行を測ったりとかして、まあ、工具は調整輪なんですけど、普通のボルトを緩める工具でシムといいまして、あのこう隙間を厚くしたり薄くしたりすることで、まあ、数字を出すという作業ですかね。でそれを調整しながら、まあ、左右のバランスも考えつつ、なおかつ左側を踏ん張らせる。車をまずそこのセットします。で下に潜りまして、でモニターを見ながら、モニターの数字を見ながら、まあ、緩めて締めて緩めて締めて、でスペーサーを入れて外して、やっぱダメだったな、やっぱもう一回入れよう、また違う厚みのやつを入れよう、こっちがこうだったからじゃあ逆側はどうなの、逆側のバランス見て、やっぱりダメだな、また入れる、外す、それの繰り返しですね。途方もないですねそのアライメント調整のその作業、どれくらいの期間やられたんですか？1日はかかります。朝からやって1日はかかります。あれ、それもしかしてこの前僕が撮影、あ、そうですそうですそうです。この前関下さん見た時に朝9時にこの車の下に潜ってたんです。6時に帰ったんですけど、6時まで同じ場所にいましたそうですねそういうことだったんですね。もうずっと下に潜ってやってましたもんねもうそういうことの繰り返しですか？そうですね、はい、よくメンタルを維持できますよね。まあそうですね、そのいい車を作りたいっていうのと、ここにいるみんなスタッフそうなんですけど、やっぱり好きなんですよ、うん、車が好き、フェラーリが好きなんですよね。やっぱそういう気持ちがないと、やっぱちょっと辛い時がやっぱ、そうですよね、やっています。はい、メンバーと話すともう本当にこだわりがあって、新車復元とか新車を組み上げという話を聞いた時の重みがあるというか、こうしっかりともう向き合って作業されてますもんね。そうですね、まあ、一応今回自分が主に担当した、この種類担当したんですけども、やっぱみんな他の人たちのサポートがあっての修理だったんで、そこはもう本当に皆さんに感謝というか、自分一人で作ったんではないんだなという思いはありますね。セクションごとに、まあ、先輩なり、まあ、いろんな助言をしてもらいつつ、ここはこうした方がいいんじゃないとかアドバイスをもらいつつ、皆さんでここはこうしたらうまくいったよとか、そういう、まあ、共有というかをしていきましたね、はい、溶接するときにですね、やはり荒木さんのアドバイスが欲しかったんですよ。でその時に荒木さんがちょうどイタリアに研修行ってたんですけども、わざわざ、メールで相談しましたこの仕上がってきたパーツたちを組み上げるのも一筋縄ではいかないですよね。はい、どのようにしてつけていってまた調整していくんですか？最初に塗装に回る前に自分が想像してた仕上がりというか立て付けがあるんですけども、色が入ってくるとやっぱちょっとまた 見え方が変わっちゃって、雰囲気も変わっちゃうんですよ。あ、ちょっと自分の思い描いてたのとはちょっと違うな、そこをまた、まあ、自分の思い描いてた立て付けにするために1ミリ単位でちょっと横にずらしてみよう、はい、ちょっと後ろに行ってみよう、もうそれの繰り返しです。ただカポで終わりじゃない、終わりじゃないですそれがやっぱりこのフェラーリの修理の面白さ。板金って、まあ、他の職業でいうとお医者さんの外科って言われる方が多いんですけども、このフェラーリの修理に関しては、僕はあの料理人であったり芸術家とか何かを作るに近いんじゃないかなと思う。直す方によって表現の仕方が全く変わってきますので、そのお医者さんというよりは絵を描く画家でアーティストであったりパティシエであったり、まあ、自分なりの子に近いのかなって気はしますね。それをこの純正の車両の既存のモデルで細部に至るオーラを表現していくというようなことですか？そうですね、まず根本的に、まあ、あの先ほどもおっしゃいましたけども、まあ、フェラーリらしさを崩さない、まあ、そこがまず一番の条件で、その中でフェラーリらしさをさらに表現していく、まあ、言い方ちょっと難しいんですけど、そうですよね、そのフェラーリらしさって本当に一言じゃ多分お伝えすることができないんですよ。で自分でもいまいちこれだっていうのがまだ日々勉強というか、もうこれは多分永遠のテーマだと思います。
じゃあ関下さんにとってはこの458はもう唯一の、世界に唯一一つの同じ色とか同じものがあってももう唯一の458スペチャーレということですか。そうですね、はい、作品って言ったらいいのかなって感じですけどね。ご自身の作品を作るつもりでやっているから細部に至るまでもう徹底的にやっていくんですね。はい、まあ、あとは次のオーナー様への、まあ、気持ちというか、この車が完成した時の気持ちってそれではどういうものだったんですか。実際作業してる時ってものすごい辛いんですよ。まあ、10あったとして8ぐらいは辛いことばっかりなんですよ。でも残りの2がものすごい何物にも変えられない達成感というかがありますね。で、まあ、出航していくにあたってやっぱりちょっと寂しいというか寂しいのはありますね。完成した喜びと出航してしまう寂しさ、はい、寂しさもあります。愛着が湧いてそうですね、まあ、実際長いことを修理してますんで、まあ、寂しいというかいろんな思い出が蘇ってきますよね。実際にこの車は お客様にお届け前にクラシケも取得されましたもんね。はい、そうです。それで今また戻ってきて、はい、これからこの車を相棒としてお選びいただける顧客の皆様に何かメッセージってありますか。はい、適切な言い方かどうかわからないですけど可愛がってほしいです新車と同じような強度もありますし全員の、うん、気持ちがこもった1台なんで、まあ、本当に大事に乗って思う存分楽しんでいただけたらなと思います。はい、またコーンズモータースはこういう車を眠らせずに走らせるステージって結構用意していて、そうですね、はい、サーキットに持ち込んで走っていただくプログラムであったりとかジムカーナでトレーニングを重ねていただくものであったりとか、はい、日本中あるいは国外に至るまでいろんなところに走っていただく、うん、チャンスを提供してますし、またそれらを撮影するチームもあったりして、お客様にとってはカーライフをより楽しんでいただける環境が揃ってますよね。はい、そうですね。やはり車は走ってこその車なので、うち の曲がり川ですとか、まあ、富士であったりとかで、まあ、思いっきりこの性能を体験してほしいなとは思います。はい。今回の458スペチャーレは1月以降日本のフェラーリの各拠点にこの車を改装しお客様の目に触れていただけるようになっております。今となっては458スペチャーレ本当に貴重で、まあ、それに応じて市場価格もかなり高騰している中で我々は完璧にフレームからボディーパーツまた塗装まで仕上げてますのでもう新車と思っていただきたいぐらいの気持ちです。ショールームにいてこの車両を見ていただけると嬉しいです。コーンズモータース横浜ボディショップでは日頃中古車の加修であったり軽度な修理また今回の458スペチャーレのような大規模なレストアまで日頃さまざまな車を対応しています。お客様におかれましては安心してお任せください。車の内部の至るところまで決して我々は妥協することなく熱い気持ちを持ってしっかりと整備をしていきます。どうぞご安心いただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。